日本中部地方長野県長野市小牧地区南、長池南長池は長野県長野市東部の地区。郵便番号は381-0024。長野市役所小牧支所の管内である。地区の南部を長野県道58号長野須坂インター線が東西に走り、西部を長野県道375号大津島東和電線が南北に走る。 周囲は、以下の大技、町長と接する。小牧地区の中でも市街各域から外れた田畑の多く、残る地区であるが、地区南部の m ウェブ大通り沿いには、大型店舗や工業団地が立地し、地区北部では、西尾割部から連続して宅地化が進んでいる。慶長年間の世外までは、裾花川がこの地を流れており、乱流した川筋の跡が長い池となったことが、 地名の由来と考えられる。現在の面半長池店付近には、裾花川の船着き場があったとされる。地区内の人口及び、世帯数は、598世帯1459人。大和南、長池の範囲は、おおむね1889年以前の上目の地群、南長池村域に相当する。地区北部では、アルピコ交通の以下の路線系統が利用できる。 地区南部では、M ウェブ大通りを走る、超電バスの以下の路線系統が利用できる。メンハン、スーパーセンター長池店メンハンホームエード本社。ありがとうございます。